どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、台湾の航空会社であるスターラックス航空がですね、ステータスマッチを行っているということですので、こちらについてですね、解説やっていきたいというふうに思います。2020年12月現在ですね、スターラックス航空はステータスマッチをね、受け付けているということで、こちらね、ステータスマッチがですね、通ればですね、4年間の間スターラックス航空の上級会員でね、いることができるということですんで、 ANA、JAL のね、ステータス保有されている方はですね、こちらステータスマッチということで無料でね、申請することができますので、ぜひね、挑戦してみていただきたいなというふうに思います。でですね、 ANA と JAL のステータスね、保有されている方が対象なんですけども、こちらね、残念ながら SFC だったり JGC とかですね、こちらのステータスだとですね、申請ができないっていった感じになっておりますんで、 ANA であればですね、プラチナ以上、 JAL であればですね、サファイア以上がね、必要かなというふうに思いますので、こちらのステータスですね、保有されている方であればですね、スターラックス航空の上級会員に、ね、なることができるかもしれないんでね、ぜひね、挑戦していただきたいなというふうに思います。またですね、今回の動画の内容はですね、 YouTube のね、視聴者の方がね、教えていただきました。本当にね、ありがとうございます。もしね、このような情報をね、持っている方いらっしゃいましたらですね、ぜひね、コメントいただけたらなというふうに思います。それではまずですね、この台湾のスターラックス航空とはっていう話なんですけども、皆さんね、こちらの航空会社知っておりますかね。私もこの情報をね、教えていただくまでね、名前聞いたことあるかなぐらいしかね、知らなかったわけなんですけども、台湾のですね、エミレーツ航空を目指すっていうことをね、宣言している航空会社なんですよね。でですね、日本にも就航しているっていう感じになっておりまして、ちょっと今はね、利用しづらいって感じにはなるわけなんですけども、関西と成田からですね、台北路線が飛んでいるっていった感じになっております。またですね、今はこの2つしかね、就航してないわけなんですけども、これからですね、日本路線もね、結構増えていくっていう話になっておりますので、これからね、利用する機会もですね、あるかなというふうに思います。でですね、保有機材なんですけども、2020年12月現在ではエアバス 321neo をね、保有しているっていった形になっておりまして、こちらは2018年の話ではあるんですけども、エアバス380をですね、導入して、各航空会社がですね、ファーストクラスってどんどんね、廃止しているね、傾向があるわけなんですけども、このスターラックス航空はですね、このファーストクラスを導入したいっていう風にね、思ってるみたいなんですよね。ですんで、まあこの点はね、非常に楽しみだなという風に思っております。またね、スターラックス航空はアライアンスにね、加盟せずね、運用しているっていう感じになっておりまして、こちらね、 LCC ではなくですね、フルサービスキャリアをですね、目指しているっていった感じになっております。でですね、上級会員になると利用できるね、 VIP ラウンジっていうのがあるわけなんですけども、こちらね、公式サイトのね、画像なんですけども、こんな感じになってるんですよね。ちょっとね、こういうのを見ると利用してみたいですよね。一応ね、座席もね、紹介していこうかなというふうに思うわけなんですけども、エコノミークラスのね、座席はこんな感じになっておりまして、結構ね、エコノミークラスの割にはって言ったらあれなんですけども、すごいね、かっこいいですよね。でビジネスクラスに関してはですね、こんな感じになっておりまして、エアバス321という風になっているわけなんですけども、こちらね、フルフラットシートに、ね、なるシートっていう風になってるんですよね。こちらもね、かなりかっこいいですよね。黒を基調にしているっていう感じなんですかね。でですね、ビジネスクラスの機内食に関してはミシュランシェフとね、コラボレーションした特別メニューをですね、採用しているっていった感じになっておりますので、かなりね、楽しめるのかなという風に思っております。まあざっとね、こんな感じで紹介させていただいたわけなんですけども、今回ステータスマッチで利用できるスターラックス航空の特典についてなんですけども、スターラックス航空にもですね、マイレージプログラムであるコースマイルっていうのがありまして、上級会員制度がですね、 ANA と JAL みたいな感じであるわけなんですよね。でステータスの種類がですね、全部で4種類っていう風になっておりまして、トラベラー、アドベンチュアラーでいいのかな、エクスプローラー、あとインスティゲーターでいいのかな、ちょっと読み方がね、合ってるかどうかわかんないんですけども、こんな感じに、ね、なっているわけなんですよね。今回のステータスマッチに関しては、まあ、上級会員に、ね、してくれるとは思うんですけども、こちらね、公式サイトにはどっちのステータスになるかっていうのはね、記載がないんですよね。ですので、まあ、私はね、 ANA のダイヤモンドね、保有しているわけなんですけども、このエクスプローラーになれるのか、このインシゲーターになれるのか、はたまたちょっと落ちてね、アドベンチュアラーになってしまうのかっていうの
はちょっとやってみないとね分かんないっていった感じになるわけなんですよね。まあ一応ねデータスマッチで上級会員にしてくれるっていう風になりますんで、このエクスプローラー以上ね利用できるかなという風に思うわけなんですけども、あのどのステータスにね振り分けられるかっていうのはですね、まあ、スターラックス航空側のね判断っていった感じになりますんで、この手はね覚えておいていただきたいなという風に思います。まあ、もしねこちらでエクスプローラー以上になればですね、手荷物の優遇であったりですね、 VIP ラウンジがね利用することができるっていう風になりますんで、まあこちらステータスマッチでね無料で利用できるっていう風になりますんで、まあ、やっといてね損はないかなっていう風に思います。それではですね、ステータスマッチの詳細についてなんですけども、期間はですね2020年の12月31日まで申請可能っていう風になっておりますんで、あとね半月ぐらいしかありませんので、もしねこちら申請されたいという方はですね、できるだけね早く申請していただけたらなという風に思います。で、応募資格に関しては他社の航空会社の最も高いステータスまたは2番目のステータスを持つ隊員が対象っていう風になっております。でですね、一応こちら公式サイトにですね括弧書きで、他社の航空会社でメンバーステータスが3種類のみの場合は最も高いステータスののみがね対象っていう風に書かれてるんですよね。ですので、もしかしたらですね ANA にしても JAL にしてもですね、ダイヤモンドじゃないと申請がね通らないかもしれないんですよね。まあこの点はねちょっとやってみなきゃわからない部分でもありますんで、ぜひねANA のプラチナであったりですね、JAL のサファイア以上ね保有されている方であればですね、ぜひね挑戦だけはねしてみていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、ステータスマッチに関しては1回だけね利用することができるっていった感じになりますんで、この点もね覚えておくようにしてください。またね申請にはですね、スターラックス航空のマイレージプログラムであるコースマイルのね新規入会が必須っていうふうになっております。こちらね新規入会はまあ必須なわけなんですけども、こちらね無料で利用することができますんで、この点もね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。それでは申請に、ね、必要な書類についてなんですけども、まず一つ目がですね、ステータスマッチの申請書ということで、こちらね公式サイトを動画の概要欄にね載せておきますので、そこからねダウンロードできるっていった形になりますんで、そちらからね利用していただければなというふうに思います。次に2つ目ですね、申請日において有効な他の航空会社の電子会員カードまたは会員カード表面裏面のコピーというふうになっておりまして、括弧分けね会員氏名とカード番号と有効期限、こちらが記載されているものはね対象っていった感じになっております。で、3つ目ですね、申請日から起点して過去1年以内の当該航空会社の搭乗証明書ということで、こちらちょっと読み上げちゃいますね。搭乗証明書は搭乗したフライトの予定詳細が記載されているものである必要があります。航空会社が発行したまたは公式サイトは公式アプリで検索したマイル明細書は予定日程や出発地および到着地の情報が明記されているものであれば取り扱い可能です。チケットの購入証明書は電子チケットは搭乗したことを証明することができないためお取り扱いしておりませんということで、このような感じでね記載があるっていった感じになりますんで、自分のね過去の搭乗した記録をですねスクリーンショット内で、ね、撮っていただいてメール添付していただくっていった感じになっております。でですね、私に関しては ANA のねダイヤモンドで申請しようかなというふうに思ってるわけなんですけども、一応ねステータスカードのスクリーンショットの表裏プラスですね、 ANA のねマイページに行くとマイルのね詳細が見ることができますよね。まあそこに、まあ、区間ですね、区間でどこからどこまでみたいな感じで記載があるっていった形になりますんで、ここのねスクリーンショットをですね撮って添付しようかなっていうふうに思っております。またね ANA のサイトに関しては英語版のねサイトに入ってもマイページの項目自体はね日本語で記載されてるんですよね。この点はねちょっとね申請してみないと分かんない部分であるんですけども、まあここをねスクリーンショット撮ってね申請してみようかなというふうに思っております。以上のものをですねスターラックスのカスタマーセンターにですねメールで添付していただくっていった感じになっております。それでは申請書類もね一応見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、まず1番目ですね、コースマイルメンバー ID ですね、こちらは、入会するとね番号振り当てられるというふうに思いますので、こちらね記載していただきます。まあその下は、名前ですね、名前記載していただいて、でこう、カーレントコースマイルカードティアということで、こちらはまあ入会したね時のステータスなので多分ねトラベラーになるというふうに思います。でですね、アナザーエアレンネームということで、
こちらね、航空会社の名前記載していただいて、その下にですね、アナザーエアラインカードティアということで、こちらその航空会社のステータスですね、記載していただきます。でその下に、アナザーエアラインメンバー ID ということで、こちらはマイレージ番号をね記載していただいて、その下ですね、アナザーエアラインカードの有効期限ですね、こちら有効期限を記載していただくっていった感じになっております。でですね、その下については、チェックしていただいてね、記載するところはねこれだけっていった感じになっております。こんな感じでね、記載していただいて、申請書類と、証明書等々ですね一緒に添付していただいて、メールでね送信していただければ申請完了っていう風になりますんで、こちらね申請から審査完了までですね30日ほどかかるっていう風になりますので、またね結果はメールで返信が来るという風になりますんで、ちょっと30日ということで、どのぐらいね審査かかるか分かりませんので、この点はね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、スターラックス航空のステータスマッチね紹介させていただきましたけども、今はねちょっと利用することできませんけども、有効期限ね4年間っていった形になりますんで、またねステータスマッチということで無料でね申請することもできますんで、ぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思います。でですね、申請結果についてはですね、私の動画のコミュニティ欄であったり、週末ね生放送やってるっていうこともありますんで、そちらでね報告していきたいなというふうに思っております。今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。